はい、今回は機動戦士ガンダム水星の魔女についてのお話をしていこうと思います。第7話が新展開で進んでいくとされていますが、第6話から各方面で様々な考察があり、いろんな可能性を思い浮かべるのも楽しいですよね。これほど考察できる作品もなかなかないので、ここも水星の魔女の良さだと思います。そんな中、プロローグやゆりかごの星第1話から第6話を見直しまくってるんですけれども、やはりプロローグがね、意味深な場面がたくさんあるかなと思います。以前の動画ではエリクトの父親であるナディムが生きている説を掘り下げましたが、もう一人気になる人物がいますよね。それがカルドナボ、カルド博士ですね。プロローグでは生命の無力化に成功となっていますが、何らかの形で生きていると各方面でも言われています。またまだまだ謎の多い主要キャラの一人、プロスペラではないかという説もあります。今回の動画ではそんなカルド博士について振り返りながら、目的や生存などについても考察していこうと思います。ぜひ皆さんの展開予想などコメントしていただけると嬉しいです。いつも詳しいコメントありがとうございます。動画制作の励みになっております。電動古典チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。機動戦士ガンダム、水星の魔女やスパイファミリーなど、ジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電動も頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まずプロローグの終盤、カルド博士が追い詰められた場面がかなり重要になるので振り返っていこうと思います。地球というゆりかごに生まれた人類は、宇宙に出るにはこの体は脆弱すぎると言っていましたよね。赤子が服を着るように、私たちはガンドをまとうことで初めて宇宙へ出ていける。追い込んできた人たちが生贄を要する技術が奇弁だなと言っていました。そこでカルド博士が、分かってないね、お前たちが救うのはガンドが救うだろう未来だぞ。これが最後のカルド博士の発言になります。この場面での発言はかなり重要となります。状況的にも冗談や嘘、偽りを見せる場面ではないので、言葉の意味はそのままだと思います。人間は生まれたままの肉体では宇宙環境に適応していない。宇宙への進出のためには、人はガンド技術を宇宙に適した姿になる必要があるという、ね、意味だと思います。つまりこの言葉を全てまとめてシンプルにすると、ガンダムルブリスの開発は人類の未来のためのものであるというのがね、一番簡単ですよね。これらのカルド博士の発言を元についてまとめると、人類が宇宙で生きていくための姿こそがガンダムルブリスということになります。その前にもね、エリーやエリーのパパ、ママが宇宙で行くためには適応できる体が必要で、こんな兵器じゃないということをね、ルブリスを言っていましたよね。そしてエリクトはそのルブリスのレイヤー33を突破し、凄まじい戦闘を見せつけました。これらのことから、ルブリスはエリクトのような4歳の子供であっても宇宙に適応する力を得ているということになりますよね。ここでニュータイプのお話をしますが、人類の革新、調和を述べたのがニュータイプ理論でしたが、結果的にこうエースパイロット、撃墜王という名のもとに、いわゆるこう戦いの力になってしまったのがこうニュータイプとなっていましたよね。今回のルブリスがこのニュータイプ的な立ち位置だと考えると、カルド博士が願うのが、人類に適応した体、それを撃墜王とさせてしまったのがエリクトの今回の出撃と重なる部分があるなと思いました。だいぶ前置きは長くなりましたが、カルド博士がもし生きているのであれば、人類に適応した体を手にして裏で活動しているとも考えられます。プロローグで登場した全身をガンドに包まれている人間も登場しているので、同じような形になっているのかもしれませんね。一部ではプロスペラがカルドではないかという説がありますが、これに関してはかなり曖昧です。プロローグでのカルド博士の強い意志があるのであれば、違和感はありますよね。プロスペラが作ったとされるエアリアルですが、もちろん元になったのはルブリスです。しかしルブリスはエリクトしか扱えなかったという事実があり、エアリアルの内部に取り込まれているという可能性は各方面でもかなり信憑性が高いとされています。果たしてこの方法がカルド博士の望んでいるガンドの未来なのか、答えは違うと思います。カルド博士の言うガンドが指し示す未来が、人間のデータにして機体の体を得ることだったら、脆弱な体を捨てるべきとか言いそうだと思いますし、実際にはこう赤子が服を着るようにガンドをまとうことで宇宙に出ていけると言っていることがね、この辺相違があると思います。まあ要するにこのエリクトの AI 化は、少なくともカルド博士の研究とは異なる結果だと思います。カルド博士がもしあの時死んでいたとしても、何らかの形で意思を残している、もしくはガンドで作った体が登場し、エリクトに関係することを話してくれるのではないかと思います。もしくはプロスペラの前に立ちはだかる、その材料となるかもしれませんね。もう一点、第7の放送を間近に控えていますが、シャルウィーガンダムについて様々な考察がなされています。もしカルド博士の赤子が服を着るようにガンドをまとうことで宇宙に出ていけるという話からも、もしかするとスレッタ自身がすでにガンドをまとい、ガンドで作られた人間だということも考えることができます。まあ、決めつけにはなってしまうので、あくまで想像の世界だと思います。
まあ、一緒にガンダムしませんかという部分が、スレッタもしくはその他今後関わってくるシャディクなんかがすでにこうガンドをまとう人間だと考えることもできますよね。なのでカルド博士はガンドで生きているもしくはガンドをまとう人物の一種となっているのどちらかだと考察します。ぜひ皆さんのご意見や考察とご意見お待ちしております。今回は以上になります。ではまた見てやってください。さようなら。